こんにちは、ナミさん。今回は年代別な人的資本ということで、それぞれの事実を突きつけられたような気がしましたね。いや、私もね、感じるところがあります。20代のうちは、まあ経験とかね、人脈とかそういうものはないんだけども、信用もないんだけども、でも時間はたくさんあるということもありますし、体力もまだまだありますよね。つまり時間がまだまだあるっていうことと、体力があるってことが、まあ信用に結びつく。誰かに何か仕事を受け負った時でも、それがもしね、失敗しても取り戻す時間があるってことで、いろいろとね、上司の方や先輩の方が、取引先の方が、まあ結果はともかくやってみろよって感じでチャンスをくれる例ってのは多いと思うんですよ。ですんで、そのチャンスに物事せずにどんどん取り組んでいくところで道は開けていくのかなっていうところがありますね。で、50を前にして今思うことはですね、確かに時間は失われたなと思ってるんですよ。20代、30代、40代という時間をずっと過ごしてきて、それがね、信用とか経験に本当に変換できたのかなと思うところがあるんですよね。で、確実にこうだと思ってることは、今経験をね、ある程度積んできて、たった一言言えるのは、20代に始めないとダメだったってことなんですよ。これがね、20代からおおむね30年かけて分かった経験から得る一つのね、答えですね。早くやらなければダメだったんだってことですね。今からでも一花咲かせることはできると思いますけども、だったら20代の時にね、30代の時にそれをやっといてもよかったんじゃないかなってことを今感じるんですよ。まあ年を重ねてその経験から思うことは、あの時やっておけばっていうことでしょうね、きっとね。はい、とてもいいコンテンツありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。